インティライミとは日本の元競争馬である。主な勝倉は2005年京都新聞杯、2007年京都大商店。主戦騎手は佐藤鉄道で全29戦中23戦に騎乗した。場名の由来はアンデス地方で行われる太陽の祭りであり、ケチュア語でインティイコール太陽、ライミイコールさえをそれぞれ指す。これは母。 名ンデスレディからの連想であり、兄弟馬の多くにもアンデスに関係する名前が付けられている。よって、香港表記は太陽祭となる。現役引退後は、北海道苫小牧市のノーザンホースパークにて乗馬となった後に、太陽牧野市2011年より、慶応義塾大学馬術部の所属となっていたが、2013年から、再度ノーザンホースパークにてつなぎをされていた。 2017年にノーザンホースパークをタイウマやし、ノーザンファームアリングにて小馬たちの面倒を見るリードホースを務めている。2004年8月に小倉競馬場での二歳新馬戦でデビューし、不良馬場をものともせず3-1、2馬審査で勝利し、単勝一番人気に応えた。また、この競争では後に中山大障害を連覇するキングジョイも出走していた。なお、 この日の次の、同じ芝1800メートルのレースでは後に、福島記念等に勝利する前兄のサンバレンティンが、勝っている。続く、新潟2歳ステークスでは、単勝2番人気に支持されたが、後方から追い上げるも6着に敗れ、その後休養に入る。半年振りに出走した、雪柳翔は、競り合いの末、首差の2着に敗れたが、 続く500万下条件戦を5馬審査で勝利し2勝目を挙げる。京都新聞杯ではスタートが良くなく、最後肩からの競馬となったが、3コーナーからまくり、気味に外を回って進出し、内をついてきたコメディアデラルテとの叩き合いを花させして重賞発制覇を飾る。単勝2番人気に支持された東京優春では3から4番手を追走し、 直線では逃げたコスモ・オースティンを内からかわして一気に先頭に立ったが、残り200メートル手前でディープインパクトにかわされて5馬審査の2着に終わる。その後、キッカショ賞ではディープインパクトの三冠阻止を期待する声もあったが、ひずめの病気により休養を余儀なくされた。長い休養から7ヶ月半ぶりに日経新春海で復帰を果たし、単勝一番人気に支持された。 レースでは直線で一旦先頭に立つも久々の実戦に加えてトップハンデの 56.5kg も影響してか一緒に上がってきたアドマイヤフ富士とスイフトカレントにゴール前でかわされて3着に敗れた続く半身対象点では2番手を先行するも距離が長かったのか勝利したディープインパクトから4秒も離されたブービーの8着と大敗したその後は 金ャ地賞を目標に調整されていたが、列ずめと背中の痛みのため再び休養に入った。6ヶ月半ぶりの復帰戦となった京都大商店では、デビュー以来すべての競争に起乗していた佐藤が、帰乗停止のためサチエメに乗り代わりとなった。レースの上がり3波論が33秒3という超スローペースの中、3から4番手を進み、最後の直線では打ちをついたものの、 7着に敗れた。続く、天皇賞では、佐藤とのコンビが復活し、レースでは後続を4から5馬身離して逃げたが、直線で力尽きブービーの15着に大敗した。さらに、中日新聞杯は、重賞優勝馬が自身を含め3頭というメンバーで、57.5kg のトップハンデとなった。レースは5番手を追走し、最後の直線では内をついて抜け出してきたが、 ゴール前でさらに内を東方アランに救われ、花さの2着に敗れた。2007年の初戦となったアメリカジョッキークラブカップは佐藤が2週間前の競争中に落馬し、肩を骨折したため柴田義富に乗り換わりとなった。レースは逃げ馬不在の中、スタートして先頭に立つと1コーナー過ぎからかかり気味になり、道中は7から8馬身のリードを取って逃げたが、 直線で勝利した祭りだご法に捕まると、ゴール前でもさらに2頭にかわされ、4着に敗れた。続く、中山記念は、終始折り合って6から7番手を追走したが、4コーナーで前が狭くなる不利もあり、直線で後退し、最下位の16着に敗れた。その後、3ヶ月の休養を経て、金社地賞に出走し、再び、佐藤を安城に迎えた。 レースではやや離れた5番手を追走し、4コーナーから直線では、先頭集団から少し離されたが、そこからも理解して、ローゼンクロイツの3着に入った。続く宝塚記念では、競合が揃う中、得意の雨で渋った馬場を味方につけたが、7着に終わった。その後は、当初、8月19日に行われるはずだった、小倉日経オープンに出走を予定していたが、 馬インフルエンザの影響で開催が中止され、その翌週に開催された新潟記念に出走登録を行う者のハンデが 58kg となったため回避し、さらに2週間後の朝日チャレンジカップに出走した。スローペースの中、中段やや後方で折り合い、直線で大外に持ち出すと上がり3ハロンが33秒、3の末足で前の馬をかわし、京都新聞杯以来、 二年四ヶ月ぶりの勝利を挙げた。その勢いを買って臨んだ、京都大賞展でも、前走同様、スローペースで折り合い、直線で鮮やかに抜け出して、ポップロックを首差で尻溶け重傷に連勝を飾った。この後は、天皇賞には向かわず、ジャパンカップに出走したが、やや後方からレースを進め、直線で、名将サムソンの外に持ち出しも伸びず、十着に敗れた。 なお、京都大賞店に勝利した3日後の10月10日に、佐々木昭三調教師は2008年は積極的に海外のレースへ挑戦し、その一つに佐々木が管理していたタップダンスシチーも出走した外旋門賞に挑戦するプランがあることを表明していた。有馬記念を前にした12月6日に発表された。 同競争のファン投票の最終結果は9位となる5万769票であった。また、12月1日に佐藤が競争中に落馬し、腰椎などを骨折したため、有馬記念では福永祐一が起場した。レースでは後方から2から3番手を進むも、最後の直線ではさほど伸びず、9着に敗れた。2008年は大阪杯から始動し、 後方から差を詰めたが7着に敗れた。続く、金ャ地賞では、中段からレースを進めたが、伸び足を欠いて7着に敗れた。その後の宝塚記念では、単勝11番人気と低評価であったが、1番枠からスタートすると、終始3から4番手を先行し、直線では不利を受けたものの3着に入った。レース後は、ノーザンファームに放牧に出されたが、9月に、 呂前種死骨人体炎を発症していることが判明し、休養に入った。11ヶ月ぶりとなる復帰戦は3年連続の出走となる金射地勝となった。レースではインコースの4から5番手を進むも6着に敗れた。これで3ヶ月以上の休養明けの競争では6戦未勝利となった。続く宝塚記念では行位から徐々に差を詰め四コーナーで大逃げを打った。 コスモバルクを捉えて先頭に立ったが、直線で失速し、12着に敗れた。続く、箱館記念では、中断で待機するも、直線で伸びあぐねて7着に敗れた。その後のアンドロメダステークスには、非常停止の佐藤に代わり、クリストフルメールを迎えて出走し、後方から進出して、足を伸ばしたが、8着に敗れた。中周で挑んだ、ジャパンカップでは、 クリストフスミヨンとのコンビで出走したが、いいところなく14着と大敗した。明け8歳となった2010年の初戦は、日経新春杯。2番手からレースを進めるも、直線で失速して、ブービーの11着と大敗した。続く、小倉大賞店では、中段を追走するが、失速し、シンガりの15着と大敗を期した。レース後に、クッケンエンが判明。 2010年2月24日付で JRA 競争馬登録を抹消され現役を引退した。引退後は北海道苫小牧市の農山ホースパークにて乗馬となることが発表された。通算成績29戦5勝2着3回、3着3回、着外18回重量欄の下線はハンデ戦を示す。ありがとうございます。